どうしたの？あ、先生こんにちは。この前教えてもらった脈診、やっぱり難しいです。すぐにはマスターできないですよ。それは分かってるんですけど、だんだん自信が。大丈夫ですよ。じゃあ他の生徒さんの授業の様子見てみますか？見たいです。お願いします。じゃあ脈診の授業、こちらの動画をどうぞ。ではでは、今日は他の診断のところでポイントになっている脈のことをちょっと説明していきます。脈診が中国医学の中の診断の一つのものなんですけど、すごくこう難しそうなイメージで持たれていることが多いんですけど、実は今まで勉強してきたことのまとめだけの話で難しくないです。何をするのって言われたら、これも同じで陰か陽かを分けて見ていきます。分けるポイントっていうのは、陽と陰でまず書いてしまうと、何を分けますかって言われたら、一つ目のものは、深さ、深さで、浅いところにいるっていうのを浮っていうんですね。浮いてる脈になっているのか、それか沈んでしまってる脈かっていうことで深さを見ます。測定するのはこの形で、深さ、速さ、それから形っていうのを見ていくんですけど、あとはもう一つ部位っていうのがあります。どこの部位を見ればいいのかっていうのがあって、なんで明らかに手じゃん。違う？見えないよ。ほら、具体的な手じゃない。手じゃない。これは。右手と左手のところで親指側のところで測定します。ここの部分の3箇所で測定をするんですけど、上から順番に寸、間、尺と言われます。寸、間、尺というふうに測定するんですが、先に部位だけ書いてしまうと、左側の寸の部位が真、尺の部位は間、尺の部位が仁、間違えたの、寸の部位が真、間の部位が間、尺の部位が仁に該当します。でそれから、右手側の方が肺、それから肥、同じく腎という形で3つの部位が該当します。でここからが、中医学の中の私の脈診の授業の中で一番ポイントになってくるんですけど、他の脈を勉強している方、東洋医学のいろんな方たちの脈診とかもたまに本出てます。どの脈の本見ても、今出版されている本全部見なくていいです。正しく書いた本一冊もなかったです。だからここがポイントになってくるのは、脈の取り方、取り方のところで、2つの取り方があります。浮腫という取り方と沈腫という取り方をします。脈の採用の仕方でこちらの取り方、どこが痛いですか？肩こりから脈、頭痛くならないです。
失症から失熱症からあの肩こりが発生しててでそれから、失熱症から頭痛いが出てます。あの脈見たい人今見たらめっちゃ勉強になる。はいはい、全員があのもう一度復習し直します。よし頑張るぞ。いつもニコニコ注意が笑顔の処方箋。